こんばんは。ワインマフィアチャンネル、三津野正弘です。もう毎日感動。ファミマにね、お水を買いに行ったら、入り口のね、レジの横にこれが売ってたので、思わず、ちょっとこれくださいって言っちゃって。僕もね、なんか頑張らなあかんなと思ってます。ちょっと今回は、オリンピックに関係ないんだけど、フランスのボルドーワインとブルゴーニュのワインの違いについてね、ご説明したいなと思います。ちなみにボルドーとブルゴーニュのね、位置関係はこんな感じになっているので、ちょっと地図をドン。ブルゴーニュワインはね、ワインのね王様、ボルドーワインはワインのね女王というふうに呼ばれています。数あるね、フランスワインの中からボルドーとブルゴーニュがもうこの2つがやっぱりむちゃくちゃ有名なので、このまあ2つをね、押さえておいていただければ、この2つのワインが王様とかね、女王とかって言われるのには、実はね、ちょっとしたこう歴史的な背景がありまして、ブルゴーニュ地方のワインは昔からフランスでワインのね王様というふうに呼ばれてて、ボルドーワインというのは、ね、1154年ぐらいから300年間ね、300年間イギリス領にあったので、ボルドー産のワインというのはイギリスに輸出されたり、他のヨーロッパの国にね輸出されることが多かったので、フランスではねあまり知られる存在じゃなかったんです。で、まあ、イギリスって冷涼な寒い国なので、ブドウがねうまく育たないので、ワインがねそもそも作れなかったんですよね。だからやっぱりイギリス領で、ワイン見つけて、それをねイギリスでどんどん消費されてたっていうのが大きい背景になります。その結果ね、まあ、イギリスはビジネスに特化したボルドーワインという風になってきました。徐々にねフランスの国内でも知名度が広まってきて、ブルゴーニュがもともと王様だったので、ボルドーはじゃあ女王だという風になってきました。これはねちょっとまあ豆知識なんですけど、まあ、僕がね住んでた時はフランだったんですけど、普通にこうスーパーとかにねお水買いに行ったら、お水はまあね5フラン、まあ、100円とか200円ぐらいするのに、ワインがね同じぐらいの金額で売ってるんですよね。そんなもう日本じゃ考えられないなと思ってて、それでなんでかなと思ったら、日本ってね言うてもまだ水が飲めるじゃないですか、まあ、水道水にしろ、まあ、しっかり発達してるので。ただフランスの水ってねやっぱり、まあ、石灰が強すぎてね飲めないんですよね。だからまあ水の代わりにブドウの木を植えちゃえっていうので、ブドウの木がいっぱいあって飲み水の代わりにしてたと言われてます。まあ向こうでね、まあ、実際にこうシャワーとか浴びてても全然泡立たないから、なんかまあ坊主関係ないよ、僕その時坊主じゃなかったけど、もうシャンプーしてもね全然泡立たない、そういうのもあって、まあワインがね、発展してきたのかなと思います。風味のね捉え方の違いっていうのは人それぞれ違うんですけど、まあ飲んでいただいたら両者のね違いはうわっっていうぐらい分かってもらえると思います。グラスに注いでもらっても、ブルゴーニュはね比較的に色が淡くて、まあ、女性っぽい感じするし、グラスに注いでいただくと、ボルドーのワインっていうのはねタンニンが強くて結構こう男性的なイメージを持つ感じもあります。だから一度ね実際ねブルゴーニュとボルドーをね試していただいて飲み比べしてください。明らかにねグラスに注いだ瞬間から違いを感じていただけるんじゃないかなと思います。で、簡単にボルドーとねブルゴーニュの違いをね4つぐらいに絞ってまとめたので、まず1つ目はそもそもねボトルの形が違うぞという感じですね。ブルゴーニュは撫で型で、ボルドーはねこうクッとしたねこう怒り型になってるんですけど、ブルゴーニュはワインのねこう貯蔵するところが小規模なので狭いので、比較的収納しやすいようにコンパクトにね収められるように撫で型状になったと言われてて、ボルドーワインは長期熟成でねしっかりタンニンがあるので、熟成させるとね折りが出てくるので、グラスに注ぐ時にね折りがね、ちゃんとこの怒り型のその型の部分でね止まるような仕組みになっているので、ボルドーはこういう怒り型なんですよね。で、2つ目はブドウのね品種がそもそも違います。で、ボルドーの赤ワインは覚えておいてほしいのね、カベルネソーヴィニョン、カベルネフラン、メルロ、だいたいこのベースが主体で、このブドウの中からまあだいたい2種類以上をブレンドして作ります。で、これに対してブルゴーニュはピノノワールとガメイ、もうこれ覚えておいてもらっていいんですけど、この2つを栽培してて、
ブルゴーニュのワインはね、単一一つのブドウの種類しか使わないんですよ。でブドウの品種によって味わいに結構特徴があるので結構面白いと思いますよ。で白ワインも面白くて、ブルゴーニュのね白ワインの生産はだいたい 54% で、赤白だいたいまあ半々ぐらい作られてます。でそれに比べてボルドーのね白ワインって本当にね生産全部に比べたらね 10% ぐらいしか作ってないっていうのが特徴ですね。ブルゴーニュの白ワインの主なブドウ品種はシャブリでね、すごい有名なシャルドネとアリゴテですね。この2つを覚えておいてください。でボルドーはソービニョンブランとセミオン、あとはミュスカデ、この3つになります。あと3つ目がね生産形態とか生産量の違いですね。ブルゴーニュは比較的日当たりの良い斜面をね選んであるんですけど、それでも 4.6 万ヘクタール、あとそれに比べてボルドー大体ね10万ヘクタール、およそ倍ですよね。比較的ボルドーはね、まあ、平地に大規模にブドウ畑があるので、ブルゴーニュに比べて、まあ、安定してブドウ収穫取れるのと、ボルドーはね醸造をねステンレスにしてみたり結構こう化学的に落とし込んで作るので生産も安定してきてますよね。ブルゴーニュは土壌の品質によってワインの品質が決まるという考えがやっぱりね多く広まっているので、結構ブルゴーニュの醸造家のおっちゃんたちはね頑固親父のイメージ、頑固親父と思ってもらっても構わないと思います。最後4つ目ですね。ブルゴーニュ地方はねブルゴーニュの畑ごとに格付けがあるんですよね。でそれに対してボルドーはね畑というよりもその会社、シャトー何菓子とかっていうそのシャトーに格付けがあるんですよね。でこの違いって結構大きいです。細かいことをね言い出すとキリないんですけど、大切なボルドとねブルゴーニュの違いをね4つをまとめてみました。まあよく聞かれるねフランスワインのね二大産地なので、まあワインの味わいはね全く異なるんですけど、この2つのねワインの個性を理解しておけばまたワイン選びにねさらに楽しくなるんじゃないかなと思います。日本頑張れ。じゃあねー。